エウヘニオ、アレハンドロス・アレスは、ベネズエラ・ボリバル州、プエルト・オーダス出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のシンシナティレッツ所属。デトロイト・タイガース時代2008年10月9日に、デトロイト・タイガースと契約を結び、プロ入り。2009年にベネズエラン・サマーリーグ・タイガースで、プロデビューし、同球団で2年間プレーした。2011年に、 アメリカ本土にわたる。2013年には AA 級エリーシーウルブズまで到達した。オフの11月20日に40人枠入りした。2014年は開幕を AA 級エリーで迎え、5月にトリプル A 級トレド・マット・ヘンズに昇格。その後6月4日にメジャー初昇格し、同日のトロント・ブルージェイズ戦でメジャーデビューを果たした。 東京ベネズエラの先輩で、憧れの選手でもあるマグリオオルドニエスが観戦に、訪れた6月14日のミネソタツインズ戦ではに、ルイダ、三ルイダ、本ルイダを放ち、あと単打を打てば、サイクルヒット達成だった。同年は、遊撃手のポジションを、アンドリュー・ロマインと併用され、最終的に85試合に出場して打率24。242、4本ルイダ、23打点。 出塁率、316を残した。2014年12月11日に、アルフレド・サイモンとのトレードで、ジョナソン・クロフォードと共にシンシナ・テレッツへ移籍した。2015年は故障者リスト入りしたザック・コザートに、代わり、声優劇種に定着した。97試合に出場し、打率、280、13本塁打、48打点、出塁率、 三百十五を記録した。しかし、遊撃の守備では、リーグワーストとなるザマイナス十点四 DRS マイナス十二と大きく、課題を残した。二千十六年は、前年の守備を鑑み、三塁手に、コンバートされた。レギュラーで起用されて百五十九試合に出場。打撃面では、自身初めて規定打席に到達し、打率、二百四十八二十一本塁打。 70打点、11盗塁、出塁率、317を記録し、自身初となる2桁盗塁を達成した。3塁の守備では、ザーマイナス1.6、DRS プラス1を記録したが、リーグ最多となる23失策を起死した。2017年は156試合に出場し、打率、260、26本塁が、82打点、出塁率。 367を記録した。守備面では前年とは、打って変わり、リーグ4位となるザープラス4.4、DRS プラス8、旧失策と3類の守備でも大きく向上した。2018年3月16日に7年総額6600万ドルで契約延長したことが発表された。オプションとして2025年シーズンの選択権を、球団側が所持し、 バイアウトの際には200万ドルを行使された際は8年総額7900万ドルとなる。開幕直後に支給を受けて、右親指を骨折し、故障者リスト入りし、3週間近く離脱した。しかし前半戦を打率、312、9本類打、71打点の好成績で折り返し、自身初となるオールスターゲームに選出された。 後半戦は調子を落としたものの、最終成績を打率、283、リーグ7位の34本類が、同6位となる104打点、出塁率、366で終えた。しかし守備では、ザーマイナス4.8、DRS プラス1を記録し、2年ぶりに、リーグ最多失策となる19失策を記録した。11月に開催された2018日米野球の、 MLB 選抜チームに選ばれ来日した。2019年も前半戦は打率24820本塁打に止まっていたが、後半戦で打率30129本塁打を記録した。9月25日のミルウォーキーブルワーズ戦でソロホームランを放ち、2004年にエイドリアンベルトレが記録した。 ナショナルリーグ3類種のシーズン最多本類打記録を15年ぶりに更新した。最終的に打率271、リーグ2位となる49本類打、同10位となる103打点、出塁率358を記録した。守備面ではザーマイナス0.2、DRS プラス2を記録するも2年連続でリーグ最多失策となる17失策を期した。 2020年1月28日に右肩の軟骨除去のために手術を行ったことが球団から発表された。このシーズンは試合数の減少もある中で60試合中57試合に出場し自己アーストとなる打率20。202に止まるもリーグ9位となる15本類が38打点、出塁率312を記録した。また、 40アンダで15本塁打を放ち、アンダの4割が本塁打となった。守備面では、ザーマイナス1.3、DRS マイナス4を記録した。2021年は、マイク・ムスターカスの3塁へのコンバートに伴い、スプリングトレーニングでは3年ぶりに、遊撃の守備練習を行った。また、スワレス自身が、前年の成績に不満を抱き、ビール、アレパ、ベーを立ち、 前年から15ポンドの減量に成功した。開幕戦から遊撃への再コンバートが決まると、再び遊撃士を務めるのは、とても嬉しいし、興奮しているよ。レッツでこのポジションを守ることは、私にとって誇りだよ、とコメントした。2018年に飛躍した要因について、打席でリラックスできるようになったことが大きいと語っている。キャリア序盤の数年は、 右肩とバットを持つ両手を高く上げるフォームで強い打球を放とうとしていたが、この年からは肩を脱力させて両手の位置を少し下げることにした。そのおかげで変化球を引きつけて広角に打てるようになった。さらに強打することを意識しなくなってからの方が強い、打球が増え、ハードミート率が50%まで上昇。また、リーグ平均を 約5キロ近く上回る147キロの平均打球速度は過去3年間の自身の平均記録からおよそ5から6キロも上がった。これらにより長打力も増した。MLB、ありがとうございます。